皆さんこんにちは、アリョーナです。今日は京都からの配信なんですけれども、この日はですね、クラマーでハイキングをした後に京都でメゾノっていうお店で美味しい和菓子を食べることにしました。はい、早速お店に入って早速注文もしました。今日は友達のアルビナとすごいたくさん歩きましたのでお腹が空いてます。すごい。こちらもすべておさらいですか？はい。ありがとうございます。抹茶。すごいね。アルビ餅めっちゃ大きい。そう。まあ、それだけでね、料理一品だからさ。うん。うん、すごいよね。抹茶のいい香りが。抹茶ね。飲んでみる？うまかったね。ちょっと食べてからにしようかな。うん。わらびもちそう。じゃあ箸で食べるんだね。お箸でってことだよね。どうしたの？ああ、それね。難しいよね。割れないよね、これでも。そう。いや、いや、知ってると思ってたから、それまず外してから。初めて見た。あ、そうなんだ、結構あると思うよ。どうしようかな、楽にしようかな。いや、うまそう、わらびもちすごく。どう？そう、今日はなんかみたらし団子売り切れだったんだって。私が頼んで、その後は次の一つだったみたいで、結構多分みんなみたらし団子頼んじゃうんだよね。抹茶はそうだよね。どう、幸せの味？幸せ、本当に。昔もサドやってて。そうだ、私忘れたけど、そうだ、思い出してみたら、るちゃんやってたよね。もう2、3年ぐらいかな。はいはい、結構懐かしいでしょ、もう。そう、毎週飲んでて、はい、最高だった。今も自分で作って飲めばいいじゃない。作るのはでもできるでしょ、あるちゃん。でも、いろいろスープとか買わなきゃいけない。まあね。まあいいかな、まあ見せて。でも、茶筅は使える？茶筅は使える？普通に。結構あれ、練習しないといけないよね。今多分もうちょっと練習すれば思い出すと思うけど、うん、多分腕が覚えてるよね。次は抹茶？すごい、たっぷりついてるねえ、うまそう。おいしい。おいしい。なんかそういう時だってちょっとあまり甘くなるよね。はい、なんか苦味があって多分それがでも逆にいいよね、うん、お菓子だけどあんまり甘くない。そしてそれ、チューシューは抹茶のわらび餅と抹茶の飲むのなんか不思議な感じしてたけど、なんかこれならありそう。うん、だよね。幸せそう。幸せそう。前もね、全部覚えてて、こうなんか何回かそう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 そみたらし団子、まあ、大人気のみたらし団子で、もうですね、ないです。今日は終わっちゃいました。はい、ラッキーだった本当に。これが、これが、私の積み込んだことはもう最後でした。はい、というわけで、はい、早速食べてみたいと思います。話が長いね。結構みたらし団子こんな形初めて見た。普通丸い、丸い、あるちゃん食べたことある？みたらし団子ないね。あー、でもめっちゃいい香りする。なんか焼いた感じ。
ただきます。これが売り切れるな、うん、美味しい、めっちゃ美味しい。なんだろうね、食感もすごいし、なんかちょっと焼いたっていう味、少しもしかはつぶてってプシャリでいいの、うまい、美味しそうに食べてるね。あんたよく食べてみる？いや、私いいかな。大丈夫？うん、ちょっとあまりの詳しい待ち方は私はわからないんですが、ただ単に美味しく飲んでいます。で、抹茶は本当に大好きです。甘い飲み物は あまり好きじゃないんですけど、苦い抹茶は最高に好き。じゃあ、美味しいね、うん、うわ、10杯でも飲める。なんか昔ね、とある撮影で CM 制だったんですけど、抹茶を飲むシーンがあったんですね。撮影って何度も何度も何度も撮る必要があって、その時、まあ、毎回新しい抹茶が来たんですね。撮り直すたびに新しい抹茶が来て、で、本当は別に捨てていいですよって言われたんですね。でも捨てるのがあまりに申し訳なしすぎて、美味しいしね。だから共演の日本人のモデルさんと2人でずっと飲んでて、多分あの日はもう私たちのお腹の中がこの色だったと思いますが、それぐらいでも飲めるっていうことが言いたかったですね。いいですね。で、あとはすごいパフェとかそんな食べないんですけど、今日すごい気になって、なんかわらび餅とかも入ってめっちゃいい感じなんで、まずはアイスからいこう。うん、おいしい、苦みがあるな、めっちゃいい。うん、最初に食べる抹茶のアイスもおいしいね。とあとはわらび餅だ、取れない、お菓子欲しい。じゃあ、うん、これわらび餅もいいね。あんまり甘くないっていうのはほんと最高ね。あるじゃん、うん、なんかそんな甘すぎずさ、抹茶アイスもそうけど、ちょうどいいね。うん、うん、いや、抹茶もね、苦いからさ、あ、すいません。はい、あっという間に全部を食べちゃって、全部を飲んじゃいました。私たちはこのようなですね、独特な文化、独特の食べ物がある日本が大好きで、すごく楽しい時間を過ごすことができました。そして今日の動画はここまでになります。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。ではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。